か週末疲れましたね。土日中学校2年生の娘と一緒に勉強したんでね、結構頭フル回転で、やっと月曜日休みだなって感じが、ね、しちゃいますけどね。というわけでいかがですか、体調崩してないですか。あ、そいつはよかった、私もあなたのおかげで元気です。この番組は普段は外資系 IT 企業のセールスエンジニアをしているパパ丸山が6年間毎日配信をしながらメタバースイベントウラシーを主催しているので、メタバースイベントを中心にお届けしていく番組です。まあ、メタバースの入門編みたいな形で聞いていただければと思います。さあ今回はですね、習うか独学かというテーマでお届けしていきたいと思います。まあ、結構永遠のテーマだと思いますが、これ子供の習い事からですね、一つ導き出した真理がありますので、そちらをお届けしていきたいと思います。それでは参りましょう。ただ習うは NG をローンチします。ただ習うは NG。これも今日結論からいきたいと思いますが、子供の習い事から見えてきたもの、ただ習うは NG、 1週間の練習の成果を見せに行く、これが習うということに対して最大のパフォーマンスを発揮するやり方です。これ独学か習うかって二択で考えると、漫画アニメの主人公の観点から見ても独学少ないです。ドラゴンボール、孫悟空、亀仙人から教わったり、海王様から教わったり、いろんな方からね、教わっていますよね。そして鬼滅の刃、炭治郎、そうですね、炭治郎は鱗滝さんから習ったり、ちょっと待って、物真似できなかった、習ってますよね。るろうに剣心、湯村剣心も彦星十郎という師匠がいると、まあ師匠弟子パターンっていうのは結構ね漫画には多いんですが、主人公やはり誰かから習ってる、教わってるっていうパターンが多いです。でそんな中、やはり自分で工夫している時間っていうのが非常に大事なんですね。悟空だって自分でね、勝手に重力をね何十倍にしてね、特訓する、修行する、やってるから強くなりましたよね。炭治郎もそうですよね。水の呼吸を教わっただけじゃなくて、日の神かけらと合わせてミックスしてみようっていうのをこう思い立つわけですね。そして謙信も殺さずの誓いを持って、逆刃刀を持って日本全国旅して初めて飛天滅流の断りに近づくということで、ここからね、そう分かる通り、習って習って受け身で習ってるだけじゃダメだ、自分で練習とか工夫をして向こうに行くことで最大のパフォーマンスを発揮する、そうなんですよ。これじゃ現実の世界にね、照らし合わせてみましょう。でこれ特に気づいたのはピアノの習い事、小学校5年生の次女シーコがピアノの習い事をしてるんですが、習いに行ったその瞬間に先生から習うではなく、1週間練習してきた成果を見せる場として使っています。先生から出された課題プラスアルファやってこうってので、1週間練習して、でレッスンでバーンって弾く、よくやってきたね、じゃあ次の課題はこれだね、この関係性がやっぱり最大限にねパフォーマンス発揮しますね。でこれ塾もそうで、特に中2のボイミと、なんで土日私ね一緒に練習勉強してるかというと、塾行っただけだと成績上がんないんですよ。どっか上げられる塾あったら教えてください週に塾2時間行って成績が上がるんではなくて、これ行ってない時にいかに勉強するかっていうところがまあ大事だなということで、土日一緒に勉強してます。まだ中2ですけど、まだ教えられます。数学一次関数 X と Y のグラフでね、交差する2点の座標を求めようみたいなねやつとか、英語を2プラス動詞の不定詞とかね、そして理科はね化学式が来ましたけども、はい、だ教えるっていうか、一緒に復習しながら、私も記憶を呼び起こしながら教えるってやってたからね、土日休まらないんですよ。脱線しましたが、そうですよ、これ大人の習い事にも非常にこれは適用できると思います。プログラミングやりたいなと思ってプログラミング教室行って、行ったその2時間だとできる気になっちゃうですよ。で帰ってきてから自分でこうね実践してみるっていうのがね大事だと思いますので、ぜひこう最大限に発揮するためにもですね、誰かに習う、習い事に行く場合は、ぜひその習い事に行くまでの1週間
練習した成果を見せに行くという気持ちでね、やっていきましょう。でもこれね、そう仕事にもね、そう応用できると思うんですけど、仕事って予習復習しないですよね。で振り返り、一週間の振り返りとかね、仕事でもやった方がいいんですね。やりましょう。私やってないんですけど、はい。手帳難民ですけども、やっていきましょう。はい。というわけで今回の最大限にパフォーマンスを引き出すのは、ただ習うは NG、 1週間の成果を見せに行こうでした。コメント返し。今回はですね、ボイシーフェスに出たくてですね、投票の最終日、6年間毎日配信で得たものということで、最大限ボイシーフェスに出たいなっていう思いを、はい、お届けした回にコメントいただきました。和代さん、今回のプレゼンいいと思います。分かりやすく熱が伝わってきます。そして誰も傷つかない、不快にならない、どうか運営さん、尾形さんに届きますように。届いてほしいな、届くといいな。でもこれ届かないんですよね、いつもね。負けない。届けていきたいと思います。はい。ありがとう。でも褒めていただいて、風さんありがとうございます。そして、ショコラスクさん、やむちゃわらわら吹きました。ローガ夫婦券をボイシーフェスでかましてほしいです。やりましょう。恋のローガ夫婦券ね。ショコラスクさんが喜んでくれたので、今日も無理やり漫画のたたえを入れておりますので、気に入っていただけると幸いでございます。で、新平さんのコラボから大ファンになりました。心から応援して、ありがとうございます。ファン一人増えました、ありがとうございます。そして高橋新平さん、いけー。そして結果が祝パターンでも、話違うだろパターンでも、報告コラボしましょう。ありがとうございます。新平ちゃんのおかげで、どっちに出演できたとしても、できなかったとしても、面白い流れが作れました。ありがとうございます。さすがクリエイター、おもちゃクリエイター、ありがとうございます。私をおもちゃにしてください。さあ、そしてボイシーフェスもウラシーも応援中。ケイユさん、ボイシーフェスチケット、昨年耳が足りなくて苦しんだので、今年は買わないと決めていました。しかしパパさんの熱い思いを毎日毎日聞いているうちに、だんだんと心が揺らぎ始め、結局ギリギリ買ってしまいました。そしてパパさんの最後のお願いを聞いて、かっこ嘘聞かなくても、パパさんに投票しました。たった1票ですが、393文字に込めたパパさん推しの思いは、きっと運営さんに伝わっていると思います。結果がどうあれ、もうすでにボイシーフェス十分楽しんでますよね。聞いてますか、パパニュースのおかげで1名購入してくれました。運営さん、ありがとうございます。で、投票して、パパニュースに投票したよって方、お名前ください。チャンネルの概要欄にお名前書きたいと思いますので、よろしくお願いします。ケイユさん書きましたので、チェックよろしくお願いします。いや、嬉しいですね。さあ、というわけで、まだまだコメントいただいてますが、また別の回で、はい、お返ししたいと思います。というわけで、あとはボイシーフェスに出れるのかどうか、こう期待です。というわけで、コメント返しのコーナーでした。パパニュースお送りいたしました。さあ、お知らせです。本日夜21時から、まだまだアーリーボイシーフェス終わりません。ゲストをお迎えしていきたいと思います。アーリーボイシーフェスなんですが、先ほどね、コメントの中にもありました、ボイシーフェスに出たい、楽しみすぎる、じゃあ勝手に始めちゃおうということで勝手に、これ勝手になんでね、勝手にアーリーボイシーフェス始めております。そして第14回目のゲストは、タレントの麻生麻里さんにお越しいただきます。車椅子モデルとしてね、活動されてる麻生麻里さんなんですが、ボイシーで私フォローしていて、そうなんですよ、こう聞いてたんですけど、いつかコラボできたらいいなということだったんですが、リスナーのロンイーさんが、麻生さんとぜひコラボしてくださいというリクエストがありまして、ずうずうしくもそのリクエストを盾にですね、お話しさせていただいたところ、麻生さんからご快諾というね、返事いただきましたので、本日お届けしていきたいと思います。アーリーボイシーフェス
ですからやっぱりボイシーの話をね中心に聞いていきたいと思ってますので、麻生さんなんでボイシー始めたのっていうところと、なぜこうボイシーで続けてるの、そのモチベーション、伝えたい思いは何っていうところね、お届けしていきたいと思いますので、ぜひお楽しみに。本日の21時ボイシーのライブアワーで配信、生配信いたしますので、こうご期待。というわけで最後までお聞きいただきありがとうございました。こんな感じでね毎日配信しておりますので、ぜひフォロー、いいねボタンよろしくお願いします。 YouTube、X やってます、ぜひそちらもチェックよろしくお願いします。というわけでまた明日お会いしましょう。お相手はメタバースパーソナリティパパ丸山でした。バイバイ。